サイエンスエンターテイナーの飛鳥亜紀夫です。この度は51コラボから、企画されております、ザ・ワンダーランド・イスラエルについて告知させていただきます。私がナビゲートする今度の旅はカバラ、すなわちユダヤ密教の隠されたものを開けに行く、封印を解きに行くリックツアーです。その鍵を握るのは我々ヤマト民族でないと絶対に鍵は開きません。なぜならヤマトという言葉はヘブル語、すなわちヘブライ語だからです。意味はヤハウェの民、英語ではエホバの民になります。私たちはよくイスラエルの方々というと白人だと思いがちですが、実は旧約聖書を見るとセム、これセム語圏ってアジア、なしモンゴロイドですの中から出ています。アブラハムもそうです。なし私たちにとれば元は緑豊かな、今は違いますよ、気象が変わりました。昔はミツバチが飛び交う緑豊かな大地でした。今は荒れ野になっています。エジプトもそうです。時代が違ってるんです。で、この紐解き、まあ、そのカバラっていうもとが、実は私たちはクワバラ、クワバラ、もしくは神様の原っぱと書いてカンパラ、カバラ、カバラと呼んでいます。高間原のことなんです。もともと私たちは神の王国だったイスラエルにいたもの、それが大きく3つの戦いがあって、シルクロード、もしくはステップロードを通って極東イスラエルに、まあ、日本のことです、やってきました。このことをカバラを通して証明します。これが飛鳥亜紀夫というカバリストの役目です。協力する方々もたくさん今回準備されていますので、すごい旅になります。私たちはある意味選ばれたツアーに行くものとなる先駆者となるでしょう。ぜひこのツアーに参加して、そのことを実体験してほしいと思います。ぜひこのツアーを見逃さないでください。大変な知識を得ることができます。よろしく。